ご視聴ありがとうございます。アゲルド県カブトムシ坊主です。はい。今日はですね、こちらのラクボックスワイドに飼育していたスマトラ大平田、極太ケットのね、スマトラ大平田の放り出しをしていきます。という動画です。でね、この子ね、禁止で飼育したんですけど、最後らへんね、めっちゃ暴れちゃったんですよね。なので、マットに移しましたが、しかしどうなんでしょう。一応最終体重がね 52g でしたね。はい、やっていきましょう。でも羽化してるんですよ。掘り出しはね、7月の下旬なんですけど、羽化はね6月の上旬とか6月の下旬ぐらいですね。かなり前に羽化してたんですけど、なかなか掘り出せなかったです。まあ、掘り出さなくてもいいんですけどね、こう自然にね上がってくるのを待っててもねいいんですけど、ちょっと掘っちゃいます。で、生存はね確認できてるんで、洋室からね動きがあったんでね、大丈夫だと思うんですけど、だいぶ孵化して時間が経ってるからめっちゃ強硬かもしれない。さあ、いらっしゃい。あ、顎が見えた。こんにちは、スマトラくん。あ、落ちた。ごめんごめん。ボテーンって言っちゃった。では念のために変わって。あ、いい感じですね。あ、ごついごつい。おお、実は綺麗。あぶね。かっちょええ。でかいな。90いったかな。顎も禁止で育てた子よりはちょっとこう細めですけど、なかなかいいですよね。横幅もあって男らしい。じゃあサイズ測ってみようか。88とかかな、もしかしたら。顎閉じで88もないか。85ですね。85の内視が 10.5。30の横幅が31。なかなかいいですね。はい、イケメンです。かっこいい。めっちゃ綺麗。単品だ。ありがとうね。はい、ということでですね、今回の動画はスマトラ大平田が羽化しましたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。